どうもおつか歴史、歴史くんでございます。12月9日、今日の歴史3分講座。明治時代の始まり始まり、王政復古の大号令、全文読んでみた。本日12月9日は王政復古の大号令が出された日でございます。教科書で習いましたね。この言葉の響きめちゃめちゃかっこいいですよね。この年の10月14日、約2ヶ月前にですね、大政奉還が発表されて、翌日に朝廷にそれが受け入れられてますね。でそれで260年以上続いた徳川政権、江戸幕府は終焉を迎えておりまして、でそこから急ピッチで新たな政権を作らなくてはいけなかったわけですね。でようやくその方針が発表されたのが12月9日で、それを王政復古の大号令なんていう風に呼びますね。まあ、言ってみたらこの日から新たな時代、明治時代がスタートしたとも言えますね。で一度は聞いたことあるけども、全文読んだことあるっていう人はこれはめちゃめちゃ限られるんじゃないでしょうかね。ということで、せっかくこのチャンネルにお越しくださいましたので、全文読んでみましょう。で構成はですね、最初にこういう理由で出しましたと、でその後に箇条書きで7箇条ございますんで参りましょう。まずは最初の概要の部分ですね。徳川大夫従前御遺人の体制の返上、将軍職自体の領上、今般断然貴こしめされ候。そもそも紀中以来未曾有の国難、先帝貧年心筋を悩まされ候次第、宗書の知るところに候。これによって栄領を決せられ、王政復古国威挽回の御元立てさせられ候間、今より摂関幕府等廃絶、すなわち今まず仮に総裁議長参与の三職を置かれ、万機行わせらるべし、所持神武創業の始めに基づき、心身不便道場自下の別れなく、死闘の講義を尽くし、天下と旧位を同じく遊ばさる栄領につき、おのおの弁礼旧来強打のお衆を洗い、陣中報告の誠をもって奉公いたすべく候こと。もうこの段階でお腹いっぱいになりそうですけど、まあ、順を追って見ていくと、まあ、徳川大夫、これは徳川義信さんのことですね。義信さんが大政を返上、まあ、大政奉還ですね。そして将軍職を辞めるということは明治天皇がお聞きになったと。そもそも紀中、まあ、これ水の通しとも読みますけども、それ以来の国難があったと。紀中は西暦だと1853年を指すので、まあ、いわゆる黒船来航、ペリーが来た年ですね。そこから国は未曾有の国難だったと。で先帝、これは孝明天皇ですね。孝明天皇も非常に悩んでいたと。それは一般庶民も知っていますよねと。だからまあこういったこともあったので、明治天皇はご判断をされて、王政復古と、あとは国威挽回の御元ルールを立てたんだと。でそれが何かというと、今から摂関、摂政関白ですね。これも教科書でおなじみです。そして幕府などは全て廃絶、なくそうと。でこれからはまずとりあえず総裁と議長と参与という、この三職を置いて全て政治を行うと言ってますね。でそういった諸々のこと、全てのことは神武天皇の始まりの頃を参考にして、で心身、まあ、身分の高い人、武弁武士のことですね。で道場、これは位が3位以上ですから、皇居の天井の間の昇殿を許された人ということで、まあ、かなり身分の高い公家ということですね。で次元、まあ、それ以下の人たちということで、まあ、身分の低い人たちも含まれてんでしょうね。そういった身分も関係なく、当たり前の講義を尽くして、まあ、みんなが参加できる政治にして、で明治天皇は天下と旧位ですから、これいい時も悪い時もってことですね。だから明治天皇は天下、世の中、庶民と共にあるというお考えだということで、おのおのは弁礼ですから勉強をして励んだりとか、あとは旧来の良くない風習、お衆を改めて洗って、で国に尽くす誠の心を持って奉公してくださいと言ってるわけですね。だからまあ明治天皇を中心に王政を復古させて、国威を挽回しようと、国をみんなで盛り上げていこうと、そういった趣旨のことが書かれてますね。でその後7箇条ございますんで、もう少しお付き合いください。まず1つ、内乱、勅問、お人数、国事、御用係、偽装、武家伝送、守護職、諸子代、すべて廃絶せられ候。まあ守護職とかね、諸子代とか有名ですけども、まあ、今までの朝廷とか京都に関わるような
な江戸幕府が設けていた役職というのは全てなくしましょうと言ってますね。で続いて一つ、三職人体、まあ忍体とも読むかな、これはその総裁議場参与の三職のラインナップが書かれてますね。で総裁は一人で、皇族の有栖川宮垂仁親王ですね。この後の戊辰戦争の時も新政府軍を率いているお方ですね。で議場が10人いまして、皇族公家から5人と、あとは元大名の方5人ですね。で公家の方にはですね、青天を衝けにも登場していた扇町三条実成さんがいたりとかですね。であとは元大名の方には尾張徳川家の徳川義勝さん、あとは越前松平家の松平春嶽さん、あとは秋の国広島城の浅野長琴さん、であとは土佐の山内容堂、そして薩摩の島津忠義ですね。で参与の方が公家が5人と、あとは今言ったその藩の大名家の中からそれぞれ3人ずつですね。でその中の有名な人物だと、公家の方には岩倉智美さんがいたりとか、あとは土佐の一人にですね、後藤庄次郎がいたりとか、あとは薩摩藩は西郷隆盛と大久保利通がいますね。で続いて3つ目、一つ、太政官はじめおいおい起こせらるべき候間、その旨心得いるべく候こと。まあ太政官というのは明治政府の行政機関のトップですから、まあまだまだ決まってないので、これから起こすと始まっていくので、そういう風に心得ていてくださいと、考えていてくださいねということですね。で続いて一つ、朝廷礼式おいおい誤解性あらせらるべく候へども、まず節録文流の儀止められ候こと。だからまあ朝廷の儀式とかルールとかをこれからおいおい改めていきますけども、まあ、まずは摂関家摂政関白制度をこれは廃止しましょうって言ってますね。そして5つ目、一つ、旧兵ご一戦につき言語の道同解せられ候間、見込みの向かいは棋戦に関わらず忌憚なく権限いたすべし、かつ人材登用第一のご急務に候ゆえ、心当たりの人これあり候あば早々言上あるべく候こと。まあ、まさに世の中が一新されるから、まあ、言語の道、まあ、学問とかのことでしょうかね、そういった道が全ての人に開かれるから、見込みがある人は身分とか関係なく遠慮なく権限言ってくれと言ってますね。でそして人材登用というのがこれ第一の急務だと言ってますね。なので心当たりのある人がいれば早く言ってくれということですね。で続いて6つ目、一つ、近年物価格別投機遺憾ともすべからざる勢い、富者はますます富を重ね、貧者はますます緊急に至り候趣き、筆教政令不正より致すところ、民は王者の大砲百事ご一心の折から方々心中を悩ませられ候地望遠式旧兵の策これあり候あば誰彼なく申しいずべく候こと。まあ、つまり最近も物価が上がってしょうがないと、それはもうどうしようもないほどの勢いで、お金持ちの人はますますお金持ちになって、貧乏人はさらに貧乏になっていると。これは結局のところ政令、まあ、幕府が出した法律やルールが正しくなかったからなんだと言ってますね。で民はもう宝なんだと。でまさにこうご一新をするタイミングで明治天皇も悩んでらっしゃるので、地方遠式旧兵ですから、まあ、なんかそういった国を救えるような、まあ、この今の現状を打開できるようなアイディアや才能を持っている人はもう誰かでなく関係なく申し出てくれと言ってますね。だからとにかくここで明治政府はもう策は何もないんだと、でそして人もいないんだと言ってるわけですね。ある意味正直で潔いですね。で最後7つ目です。一つ、和宮御方千年関東へ効果あらせられ候へども、その後将軍皇居かつ先帝上位成功の栄冠より許せられ候ところ、終始管理の策謀にいで汚染これなき上は方々一日も早くご環境を促させられたく近日お迎えの苦行を差し立てられ候こと。和宮さんのことが書いてありますね。まあ、和宮さんは公部合体の政策の一つとして14代将軍徳川家茂に嫁ぎましたけども、でその後将軍家茂さんはお亡くなりになりまして、でさらに先帝先の帝孝明天皇は上位を実現するためにその結婚を許したんだと。ただ幕府の管理悪い家臣たちが策謀を行って、策略を行ってもうどうしようもない状態になってしまったじゃないかと。なので一日も早く江戸から京都に戻るように近いうちにお迎えの苦行を江戸に派遣すると言ってるわけですね。まあ、結局和宮さんそのまま江戸に残って戊辰戦争の時に江戸無血解除の和睦交渉で大活躍してますね。で七箇条がこれで終わりでございます。で締めくくりに、右の通り御確定意思を持って仰せいだされ候こと、とそう締められてますね。いやー、お疲れ騎士でした。
まあ、こういった歴史を動かした文章の原文をたどるのは、まあ、疲れますけど、やっぱ面白いですね。この段階では、今までのことはやめます。何か新しいことを始めます。まだ決まってませんけど、なので、策も人材もないので、お願いしますというような内容になってるのが、このタイトルの王政復古の大号令とギャップがあるような感じがしてね。ただね、これを読んだ方々は、なんか新しい世の中が始まるぞ。自分も何か頑張って出世してみようかな、みたいな向上心も生まれてくるような文章なのかなと思います。お付き合いありがとうございました。以上、12月9日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張歴史。